こんにちは。こんにちは。見えてるかな。集まってきてますか。皆さん入れましたか、インスタライブ。まだまだね、夏休みも公開中の映画で、今夜世界からこの恋が消えても、皆さん見てくださいましたか。ありがとうございます。ちょっと改めてちょっと自己紹介したいなと思います。神谷徹演じました道枝俊介です。はい、日の回り役を演じました福本莉子です。お願いします。さあもうお会いするのは1週間ぶりぐらいですかね。そうですね、1週間ぶりぐらいですけど、この1週間は何をされてましたか。この1週間は今週2回ジム行った。えジム行った。ジム行った2回ジム行ってサウナも行った。昨日サウナ行った。あ、じゃあ美容尽くしの1週間ということで。そういいですね。僕はもうライブ尽くしでしたね。名古屋に行かせていただきまして、ライブジアンサーをちょっと踊らないでいただいてよろしいですか。スタッフさんが今ジアンサーを画面外で踊ったんですけど、で、あとは一昨日まで広島でライブさせていただいてたんで。あら、お忙しいですね。いや、ありがたいことですよ。ライブ尽くしの1週間でございました。はい、ありがとうございます。ということでですね、今日はですね、急遽セガ恋の宣伝を締めくくる形でインスタライブをね、最後の記憶としてちょっとお届けしたいなと思いますけども、ちょっとさっきまでもう舞台挨拶終わったじゃないですか。はい、もう終わりたてほやほやですけども、どうでした最後の舞台挨拶は。いや、もう最後言いたいこと全部言った。あ、確かにね。もう全部言った。もう今までもう言えるタイミングはあったんですけど、やっぱりもうやっぱ最後決めていきたいな。もう一気に気抜けました、ね、危ない、これは本当に危ない。だって終わった後、はぁーって言ってたもんね気が抜けたね。いや、もう悔いはないということで。ないです。道枝さんはいかがでしたか。いや、僕もやっぱり悔いはないです。お、素晴らしい。もうやっぱり全部出し切ったなっていう、走り抜けたなっていう、なんかこう達成感がすごいありますね、これからは皆さんにね、皆さんにせっかくこういう得して、皆さんがね、どういったこう作品にしてくださるのかっていうのも見どころの一つかなと思いますけども、さっきの舞台挨拶でね、鑑賞グッズをね、ちょっと物ボケみたいね、なりましたよね。うん、どうでしたあれあったの、まずね、あったのがハンカチ、まあこれは普通です。で、マスク、まあこれもまあ会話は普通ですから。サングラスもまあメイクのって言った。バスタオル、まあバスタオルも全然ハンカチでこうね覆いきれないってなるといいんですよ。バケツと水槽、これなかなかですよ。ハードル高いやつね。ハードル高いですよ。道枝さんバケツを推薦してたじゃない。はい、僕バケツ大好きです。はい、あるじゃないですかバケツが来ました、さっきの。いつさ、このグッズが出てきた時さ、もうお客さんちょっと失笑だったもん。そうそうそう、若干なんだこれはみたいな。そう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 、なんかね、なんかやっぱりバケツを選びました。僕は、私はね、最終的にはちょっと本当、水槽と迷ったんですけど。なんで迷わねえって話なんですけどボケた方がいいのかなって。めちゃくちゃ迷ったけど、いや、バスタオルかな。バスタオルね。バスタオルでした。ツイッターとかでも、やっぱバスタオルっていう声がめちゃくちゃ多かったので。ああ、そうなんですね。もう、ハンカチじゃなくて、バスタオルが必要っていう。ああ、じゃあもう、福本さんは大正解ということ。はい、こちらも大正解です。これ、もう大正解です。俺の中での正解、これは。気持ちはこれまで、ここぐらいまでしてほしいけど、でも実際は本当にしないでください。しないでください。ご迷惑になる可能性もあるので、ね、しっかりとバケツを持っていかないでいただきたいですけど、はい、水槽に関してはね、扱い方が分からない。もうてか買わないといけないしね、わざわざこれやでなって邪魔すぎるし、やばない水槽で、だってもうスタッフさんがボケてと言わんばかりのなんかこう振りでしかなかったですから。道枝さんしか触れられない、はい、この水槽は。水槽はで、どういうことですかそれじゃあ私には対処しきれない。あ、そういうことそうそうそう、いやいや、そんなことないですよ。いや、でも皆さん本当に水槽ぐらい涙を流していただけたらすごい嬉しいですねはい、まあこんな一コマがあったということで、まあ、はい、この辺にしといて、はい、この辺にしましょうかね、うん、ありがとうございます。でね、プライベートで、はい、こういう見に行ったんですよね。あ、行っ
行きましたね。私も見に行ったんです。行きましたね。行きました。ね、僕はあのマネージャーさんと行ったんですけども、うん、皆さんのその劇場のね中でこう皆さんのすすり泣きの声であったりとかっていうのをこう直で感じることがすごい嬉しかったですね。本当に純粋にバレなかったんですか？あのね、バレました。バレた、ね、ここで見に行ったんですよ。ここに見に行かせていただいたんですけど、シンプルに入る前に一瞬バレて、入る前そっから俺ちょっとびっくりしたのが通路側だったんですよ。席が通路側でこう暗くなって入ったんですけど、そのお客さんがこう通路側に階段なんじゃないですか、そのバーって上がってきて俺の隣で止まって、え、俺の顔こうなんでバレたの？覗き込んできたというか、うん、俺の勘違いかもしれないですけど、でそっからしばらくして劇場出てったんですよ。え、じゃ見てない？どういうことと思って、シンプルにスクリーンを間違えたのか、謎だね。はたまたなんか道を見に来た、俺を見に来たのか分かんないですけど、なんかそういうエピソードがありましたね。危なかったです。いやでもまあ皆さんのね、そのたくさんの方々にご来場いただいたのですごいありがたかったですよ。どうでした？私はね、あの長吉スタイリストさんと見に来ましたよ。ああ、うん、そうなんですね。はい、あの渋谷なんですけど。ああ渋谷に。あのちょうどあの SNS ジャックした日。あ、そうなんや。そう、あの王様のブランチの後にジャックして、はい、その後、あの見に来ましたよ。宣言通り。なるほど。満員でした。満員。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。え？え？あ、ミキさん。ミキさん。おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ミキさん、あのセガポイの監督のミキさんが見てくださってます今インスタライブを。ありがとうございます。ありがとうございます。会いたかったな、最後。ね、最後ね、お会いしたかったですけども、ミキさんも忙しいですからね。うん、で、あれですね、重大発表があるんですよね。道枝さん。重大発表がありまして、あの東宝シネマズ梅田さんの方ですね。あのなにわ男子があのサイン書かせていただいたんですよ、過去にポスター、うん、それがですね、なんと今度は東京であの飾らせていただきます。東京に来ちゃうんですか？東京に来ちゃいます。あら、大阪から東京に来ちゃいます。東京のどこに来ちゃうんですか？東京の東宝シネマで日本橋に、はい、の方であの飾らせていただきます。はい、あの日本橋ですよ、皆さん。日本橋です、皆さん。六本木ではございません。日本橋の方 で, 橋です飾らせていただきます。ここに感じちゃうんですけど、日本橋さんの方でやらせていただきます。あのでもまだ期日というか期限とかあの詳細はまだあの後日 SNS で発表させていただきますので、皆さんぜひチェックお願いします。要チェックです、皆さんお願いします。します、はい、ということでですね、あの今そうですね、あともう一つありますね、うん、あの YouTube であの公開記念特番トールとマオリが教えてくれたことが今あの配信中ですので、 YouTube さんので、はい、あの僕たちのインタビューとか収録されたあの素敵な番組になってますよね。はい、ぜひ皆さん YouTube 見てください。お願いします。お願いします。お願いします。そろそろね、ちょっとあのこれ見てくださってる皆さんのコメントをね、ああそうですね、見たいな、見ましょうか。どう見るんだろう。 あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もしましょうか。大丈夫です。大丈夫ですか。あ、みんなまだラグがある。ありがとうございます。あ、 YouTube 見ました。あ、ありがとうございます。せっかくポーズして、せっかくポーズして、しますか、しますか、しましょう。せーの、せーかーこい。はい、はい、ありがとうございます。ます、すごいな、いっぱい感想ありがとうございます。あ、2回見に行ったよ。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に涙止まりませんでした。素敵な映画でした。ありがとうございます。あと6回見に行くよ。たくさんありがとうございます。そう、6回ありがとうございます。ん、涙が滝のように流れた。あ、もうバケツでこうそう食べて。3回も行きます。2回目の方が泣きました。あ、そうだね。あ、そうだ、あとみちゃらさんにも託します。あ、はい、託されました。これ実は、あ、そうだそうだ、それだ、マオリの、マオリが劇中で書いてたものなんですけども、こんな風
もうめちゃくちゃ懐かしいね。これ本当これもね、そうそうなんです、こっちも授業中に書いてた、あ、そう、勉強してる時に書いてたやつですね。こっちはこれは周りがめちゃくちゃ動き、あの日に日に上達してるんですよね、これ本当に手続き器用見えるかな、これね、すごいよね、すごいですね、めっちゃ綺麗、めっちゃすごい、やっぱなんかこう写真よりも温かみがすごいあってめっちゃ素敵だなと思いました。すごいな、こういうのってなんか今だからこそ見てもらえる、確かに、なんか今だからこそこう心に来るものがありますよね、映画を見た後であったりとか、これもらいたいぐらいでしょ、自分だもん、いらないじゃん、いや、なんか恥ずかしいな。いや、すごい素敵ですけど、いや、あの、これを飾るってなると、確かに、肖像が自分の、そう、なんか、毎日通ると会う気分にはなりますけど、めちゃくちゃいいですけど、いや、めっちゃ素敵だなと思って、いや、すごいですよね、皆さん、共有しました、ありがとうございます、はい、はい、どうぞお忙しいの、あ、お忙しかった。舞台挨拶に戻っちゃったから、戻っちゃった、ね、さて、寂しいのですが、そろそろお時間となってしまいました、はい、悲しいね、悲しいですね、もうこれで最後ですから、本当に、本当の最後です、本当の最後ですから、皆さん本当にね、これまでありがとうございました、ありがとうございました、イベントもね、何度かやらせていただいて、はい、すごく楽しかったです、うん、本当にありがとうございました、はい、あのスパクを見ていただいて、一緒にこの夏思い出をたくさん残していただけたらいいなと思います、あのまたマオリとトールに会いたくなったら、ぜひ映画館にね足を運んでいただけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということで本当にありがとうございました、ありがとうございました、じゃあもう最後セカコイポーズを一人ずつやってバイバイしましょう、え、ここでそうバイバイじゃなくてセカコイポーズになったの、せっかく最後ですから、え、こっち行きます、ここ、はい、それでは皆さん本当にありがとうございました、せかーこい、はい、ありがとうございました、それでは失礼します、さあ当てますか、はい、取れました、よかったです、ちょっと俺もちょっと危ないです、低めですね、今日は皆さん本当にありがとうございました、うん、せっかーこいよ、バイバイ。